を挑戦いたします。ストックボイスの消滅番組ランチエクスプレス、今週も始めていきます。まず木曜日の前場ですけれども、国内の株式市場、主要株価指数は上昇して前場の取引終了しています。前場終わり目ですけれども、日経平均は72円37銭高、9541円21銭、9500円台で前場取引終了。トピックスは 6.24 ポイント上昇しました。788.10 というところで取引を終了しています。まあ、昨日のニューヨークから始まりました、円売り方向ですね、一段の円安が東京市場で、こういう形になっているということで、前場の為替市場ですけども、ドル円は80円台半ばというところまで円安になっています。そしてこの時間ですけれども、お約束しました通り FX コメンテーター田代岳さん、遠藤さんゲストにいただきます。よろしくお願いします。月の初めということでですね、そうですね、定点チェックなんですけれども、定点チェックは 今月12月ということで、今年を振り返りながら来年展望すると、いうことで、遠藤さんに、ちょっと2つキーワードをもらっているんですけれども、2012年を振り返るキーワードが金融緩和、ちょっとこちら出ますけれども、金融緩和と そして、来年は欧州、ちょっとそういう意味では違う意味の欧州なんですけどね、それは後半連れていきますが、まず金融緩和ですけれども、やっぱり金融相場でしたか、今年は。そうですよね、最初に言うと2月14日に日銀が金融緩和して、で一旦株高円安だったんですけど、それが、失敗しちゃって、でその後、ECB が9月6日に、債券買い入れ、これあれもある意味金融緩和ですよね。で FRB が QE3 をやって、市場がほぼ求める、通貨当局に対する希望というのはほぼ、100% 近く達成できたと。で年後半になって日銀が断続的に、金融緩和を始めてて、それでなんとか経済持ってて、マーケットもすごく、いい感じになってるっていうのが今の状況ですよね。明らかに今2月のところで、そういう意味ではね、今名前が出たその ECB とか FRB とかに先行して、主要な中央銀行に先行して、日銀は、より緩和的なですか、スタンスを表明したわけですけれども、消費者物価上昇率 1%、ターゲットなのかメドなのか、ゴールなのか別にして、やったんですけど、それでね、若干円安進んで株上昇したんですけれども、あの時は確かにその、株はでも日本に限らず世界で上昇したので、ただ足元はちょっと冒頭でご紹介したように、円安に基づく株上昇と。ちょっと前からニューヨークダウが1万3600とか700から結構落ちたじゃないですか、 QE3 やったにもかかわらず、利食いだったと思うんですけど、にもかかわらずニューヨークダウが300ドル 1日に落ちた時でも日経平均って70円ぐらいしか落ちなくて、あれっていう感じで、普段だったら海外上がっても日経落ちちゃうみたいなのがあったのが、あそこで雰囲気変わりましたよね。だから日経だけが買われていく相場になったのは、やっぱりちょっと日本初の割とニュースっぽく、株高円安みたいな、そういう意味ではちょっとここ今本番入る前にも話したんですけど、冒頭ご紹介しましたその円安なんですけれども、これは昨日のニューヨークで日本のヘッドラインですよね。で自由民主党が過半数を取れるんじゃないかみたいなヘッドラインが出て、円売られて、さらに今日東京で売られて、全く日本初の材料で相場動いてる感じですよね。ここ1ヶ月ぐらいそうですよね。日銀の金融緩和から始まって、選挙になって安倍さんのいわゆる安倍ディールっていうやつになって、からほとんど円と日本株に関しては日本初の材料で上がってますよね。そういう意味では、少なくともね12月16日、再投票ということで、あと1週間ぐらいはこれあるのかなというふうに思うんですが、どうですかそれ、再投票で結果がどうあれ、これですごく上がっちゃうと、で日経平均というと9700とかあそこら辺がレジスタンスじゃないですか、あそこ抜けないと一旦利食い出るんじゃないですか ね。ただそれって外国人がやっぱりもうクリスマス休暇に入るんで、そういう意味ではここはもしあれだったら一部利食いたいところなんですけど、期待通り選挙結果が自民党が過半取るようなことがあれば、その後またこの相場ってもう少しあと来年の第一クォーターぐらいまで続くんじゃないかなって見てるんですけどね。なるほどね、そういう意味ではあれですよね、マーケットの方は日経平均12月末で、クリスマスラリー期待も含めてですけども、1万円なんて声も聞こえてきていて、そういう意味ではちょっと12月、
あの株式市場は比較的の12月は上昇しやすい月ということではあるんですけれども、はい、あのちょっと期待先行の部分が、まあ、ありますね。特に日本については、ね、そうですね、円の材料ということで。でもこういい感じで日本株も中小小型が来て円安だからあの輸出大型来てみたいな循環が効いてるんで、意外とこう底堅いですよね。機運はなんかみんないますね、まあ、日替わりですけれども、基本的にその物色のベースがこうだんだん広がってきてると、いうことで、まあ、久々なんか日本株についてはまあ強気の材料が続いている、はい、まあ、強気な投資家が多いと、はい、あのいうことになってくるわけなんですけど、さて、じゃあ、一応ちょっとあれですね、コラージュを用意してますので、はい、この金融緩和についてなんですけど、こういう感じですね、うん、まあ、今申し上げました、2月の、白川さんの会見ですとか、うん、これはまあ9月ということになるんですけども、 ECB そしてフェデラルリザーブですね、はい、もうユーロイリバーサブル、これちょっと一つちょっとだけで言いたいんですけど、うん、これ9月の6日の時の ECB のドラギ総裁の会見の時のコメントなんですけれども、はい、うん、8月にロンドン のスピーチでこれも言ってるんですよね、うん、で9月の6日 の ECB、まあ、今日も ECB ありますけれども、 ECB の時になんかこうドラスティックにですね、うん、ユーロ、まあ、ユーロ圏とか今ユーロ圏再建に向けて、まあ、ドラスティックなことをやるんじゃないかというふうな期待があったんですけれども、実際にはその例えばスペインですとかが、うん、まあ、EMS とか、はい、そのなんか、ベールアウトに向けて申請すればやりますよみたいな話で、はいはいはい、ちょっとなんか記者会見ではですね、ちょっとなんか中身なかったんじゃないですかみたいな会見がすごい内容だったんですけれども、まあ、ちょっとそれ僕も見ててムカッとしてちょっとユーロを売ったんですけど、とんでもないひどい目に遭いましたけど、結構7月の時にユーロ助けるために何でもやるって言って期待を込めさせておいて、うん、バーナンキさんも8月に割とその QE3 的なことのことを匂わしておいて、はい、だから海外欧米の銀行はその前振りがあって、そこでマーケット上げといて、はい、で期待通りやるみたいな、今年はそんな感じでしたよね、はい、でも10兆円とかなんとかっていう話よりはもうこちらの方は無制限無期限みたいな感じの、うん、ある程度その目的が達成されるまでやるんです、はい、うん、ですからそういう意味ではちょっとあれですよね、なんていうんですかね、公務員的な発想ではないような、うん、っていうかやっぱり中銀の資金供給って見せ金だから、見せ金ってでかい方で有効じゃないですか、うん、だからそれ見せ金でかくしておいて使わない方が、で使わなかったらそれで OK だし、うん、見せ金小さくしておいて、うん、もっともっとっていうのが一番良くないパターンなんで、ある意味日銀はちょっとそれ的なところがあるから、うん、本当はやってんのに評価されない部分ってありますよね。そうですね、うん、白川さん本当なんか会見のたびにですね、うん、まあ、日銀はなんかあんまりやってないんじゃないかみたいな話、うん、いやもう世界で一番やってるんです、そうです、世界で一番円プリントしてるんですって言うんですけれども、うん、なんかその何ですかね、力強さというか、うん、まあ、緩和に向けた力強さがなかなかマーケットに伝わってこないというところがちょっと不運ですよね。そうですね、まあ、バーナンキさんだと失業率を下げるまでって明確に下げるまで金融緩和やめないっていうふうに言ってるんで、もう目的がしっかりしてるわけですよ ね、 そうですね。だ日銀の場合も 1% まで、あるいはまあ 2% にするのかどうか別として 2% にするまで金融緩和やめないって、もう少しそこを強調すれば額とかその回数ってあんまり関係ないと思うん で、 そ、 うです、ね、そこをもっと強調した方がいいかもしれないですよね、うん、まあ、いくらやってますとかというよりちょっとあれですよね、宿題が間に合わなかった夏休みの小学生みたいな感じで、うん、やったんですけど、まあ、足らなかったんですみたいな感じの話になっていて、いやどこまでやるんですかというところですよね、うんうんうん、そこのところはちょっとなかなか伝わってこな い、 っていうです、ね、そうですね、うん、まあ、マーケットの方は、まあ、量からだんだんともうそのちょっと量以上のところに、まあ、見せ金の部分を含めて、うん、そういうところにも金融緩和の域はもう達していると、はい、まあ、なんかいろいろ大変で、スイスなんかはこうね、商業銀行がこのスイスの預金に対してはマイナス金利にするとか、そこまでしてもうスイスフラン買わないでみたいなことをしないといけないぐらい、ある意味追い詰められてるってことは確かなんですけど、まあいろいろ工夫はしてますよね、各国、うんうん、はい、まあ、そういう意味ではちょっと本当にですね、金利をどうするとか、ベンチマークレートをどうとか、政策金利を動かすだけではもうどうにもならないところまで、そうですね、まあ、金融緩和は来てしまっているというところではあるんですが、はい、まあ、そういう中でですね、2013年なんですけど、来年は先ほどご覧に入れましたように、まあ、ヨーロッパと、はい、まあ、ヨーロッパはでもあれですよね、このところずっともう2010年ぐらいからずっと、まあ、ヨーロッパなんですけれども、うん、なんで2010年特に13年特にヨーロッパはどういう意味ですか。まあ、でもここのとこあれなの、見せ金に踊ってマーケットがそれに乗ってるだけじゃないですか、はい、ギリシャ国債も利回り下がってるし、スペイン国債も下がってるけど、じゃあスペインの財政問題変わったんですかって言ったら全然変わってないし、経済はどんどん悪くなってますよね。昨日なんかもユーロ圏の小売り上げ高悪かったですし、で来年の予想もやっぱりかなりみんな悪いんで、本当に改革できんのって、景気が悪いと
財政赤字削減できないですよね、うん、だからいずれまた欧州の問題吹くと思うんですよ、ね、はい、だ今おっしゃったように足元はですね、はい、株式市場 もうすごいヨーロッパ主要株価指数たちを襲してますし、うん、でユーロ円なんかも107円台とか、はい、非常に高いところに、来てますよね、でちょっとコラージュ見ていただくとですね、今、まあ、江藤さんの話あったんですけど、少なくともですね、足元、これ今週の材料なんですけど、ちょっとご覧になりにくいかもしれないんですけど、一番上のところはですね、こちらドイツの首相 のメルケルさんですね、コンプライアンシーがあったんですけど、要するにこう足元のですね、成功に踊ってんじゃないわよという話があってですね、若干その今話ありました、ギリシャの債券買い戻しであるとか、はい、まあ、ユーロ圏 その統合に向けて、もう統合に向けてより強い統合に向けて、はい、話がだんだんこうまとまってきつつあるのは事実で、うんうん、まあ、ちょっとそういうことにちょっと若干ユーフォリアがあって、それはまずいんじゃないのというふうな発言も出るくらい、ユーロ危機については対応がある程度で来ているということではあるんですけれども、うんうん、まあ、ちょっと、まあ、もちろんこれで終わりではないんですが、やっぱり根本原因としてその不良債権の処理とか欧州の統合をもう少しどうするかっていうのはまだまだのテーマなんで、日本もバブルの処理に10年以上かかったじゃないですか。そうすると、まあ、3、4年で欧州を割るほど傷は浅くないんで、この問題また出てくると思うんですよね、うん、でその時、僕は、まあ、欧州が少しダメになる来年、それに対して米国が経済を支えればなんとか世界的にはこう回ってくるんじゃないかっていう、そういうイメージで来年見てるんですけど ね、はい、欧州についてはね、一つ例えば、まあ、少なくとも1年前の今頃話してるとすると、もうオステリティというか、まあ、緊縮財政ですね、でターゲットを決めて、いつまでにその対 GDP の負債をこうどの程度までしていくのかですとか、いうふうな、そのなんですかね、卓上の理論というか、まあ、いう話が非常に多かった、まあ、それだけだったような感じもするんですけれども、今年2012年にもしその何か欧州問題に対するアングルが変わったとすると、やっぱり成長がないと無理ですよ。そうですね、まあ、GDP を上げることによって、もし何もしないとしても GDP が上がることによって、まあ、対 GDP の負債が減るわけですから、そういう意味では成長を前提にしたその再建計画だとか、はい、いうふうなものに若干その2012年は押し問題変わってきたかなとも思うんですけど、そうですね、やっぱり人参ぶら下げないとダメだし、うん、日本バブルの崩壊した時って最大失業率って 5.5% ぐらいしか上がってないんですけど、今欧州ってひどい状況ですよね。スペインなんか 25% とか失業率、それだとやっぱりなかなか財政健全化も進まないんで、少しやっぱり経済をこう活性化させないと、いずれその問題って出てくるんだと思うんですよね、でどっかでまたギリシャとかデモとかなったりして政権がひっくり返る可能性だってないとは言えないん でまだまだちょっと前までは話題になってたギリシャのユーロ圏離脱っていうのもないシナリオじゃないと思うんで、その時どういうふうに動くのかっていうのが来年のテーマになるんじゃないかなと思うんですけどね、まあ、はい、最初のうちはその余力期の中ではですね、はい、ギリシャは離脱するぞというカードを、はい、ギリシャが持ってるみたいな感じだったんですけども、今は離脱しないでねみたいな感じのですね、ちょっとなんですか、ギリシャ優遇的な、はい、まあ、今回のその債務のですね、はい、政権 の延長の話もそうですけれども、なんとかしてこうユーロ圏を守ろうという、動きに変わってきているのは事実ですけれども、うん、今の話でいうとね、はい、2015年に、はい、イギリスではまあ総選挙があるんですけれども、はい、ここで、まあ、ユーロではないですけど EU に残るか残らないかですとか、はい、ノルウェーなんかもそうですけれども、ちょっとなんかこういわゆるそのなんですかね、優秀な国というか、はい、それのところが、はい、ユーロ圏に対するユーロ、ごめんなさい、 EU に対するちょっと不信感を強めているっていうのも出てきてますけど、そうですよね、はい、やっぱり今の問題ってやっぱり政治統合が先、政治のことが言っちゃって経済のことを割と無視してるんで、そういう意味じゃ無理がやっぱり出てきていますよね。だからちょっとやっぱりノルウェーとかそういうイギリスとか今財政健全化割とこううまくいってる部分もあるんで、そういう国はなかなか難しいところっていうのはあるかもしれないですよね、はい、まあ、あまりこうガチガチっとしてしまうと参加しにくいイギリスみたいなところもありますし、ちょっと難しいところにだんだんなってきましたね。サッチャー頃大反対ね、昔はしててそれ叩かれましたけど、今になって思えばイギリスユーロ参加してなくてよかったなって感じですもんね。そうですね、まあ、ユーロを保護するというか、まあ、ユーロ健全化に向けてガチガチっとなってくる中で EU に対してどういうスタンスを持っていくのかというところが一つのポイントになってきそうなんですが、またこの話はですね、1月にまたもうちょっと、はい、そうですね、はい、はい、ということで、今日のマーケット、ランチ、ごめんなさい、ランチエクスプレスでした、この後はですね、12時9分から、午後の東京マーケットワイド、そして、夕方4時半からは、今日の株式、明日の株式へと続いてまいります。お楽しみに。